はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。 S プラスを目指してるピオキングですが、今日もみんなでバトルやっていきましょう。そういえば最近ね、みんなコース提供してくれてるよね。ありがとうございます。ぜひね、順番にどんどん遊んでいくんで、少しね待っておいてください。そして遊んだらね、やっぱりコースを動画に載せていいかな。多分ねダメっていう方は少ないと思うんだけど。あー待って、マジかよ。よし、マリオ一緒に死のうで、これ無敵状態の間に行くしかないな。もうで、ジャンプ見た今だ、俺とマリオの死に様全く一緒だったよ。よし、で、ジャンプ。あ、待って、ラグ。待って、これラグかったらこのネズコウたちはきついぞ。やばい、ここをクリアできる気がしない、このラグさで。こんなにね、ラグかったらね、踏むのがきついんだよな、あのネズミたち。あとネズミちょっとなんて名前言うかわかんないけど、治んない治んない、マジで治んない。あ、ちょ待って、よし、いけ。ギブアップした、誰かギブアップした。もしかしてマリオかな。ってことはラグい原因はマリオじゃないっていうことがわかった。あのキノピコかルイージだな、きっと。慎重に行こうか、慎重に行きましょう。でジャンプ。あ、待って、ほんときついこれ、やばいやばい、もうほんとラグやばい。言い訳にできるよね、このラグさ。時間がないな。そしてね、あのルイージももしかしたらゴール前で待ってくれてんのかな。オッケー、これで来れるかな。マジかよ、俺やっとここに来たんだけど。このコースはね、やっていてあんまり気持ちのいいもんじゃなかったね、ちょっとラグすぎた。まあ、みんなでバトルやる前にちょっと手慣らしっていうことで他のコースをやっておくと結構ね、みんなでバトルの勝率が良くなるんだよね。手が慣れてんだろうね、マリオに。ちょっと手が慣れてるって言い方良くない、良くないってか分かりにくいかもしれないけど、多分軽く練習、まあアップだね、アップしておいた方がみんなでバトルで勝てるね、勝率が上がると思う。だから俺さっきやったんだけど、どうなんだろう、まだ一戦しかしてないけど、俺が連打で勝つ負けた、場所だなこれ、連打よりも。あ、待って、これやばい、これ まずい。あ、嘘、頭に当たったらあんなに跳ね返んの。なんかあそこにドアあるね。ってことはどっかドアは危険だな、どっかのドア危険だぞ。騙されないように行こう。嘘早くない、アップ全然意味ないやん。え、俺以外、マジかよ、俺以外じゃん、全然ダメやん。まあ、少し前の動画でも言ったんだけど、前はね全負け動画をね出すのは嫌とか思ってたんだよね。でも最近はね、やっぱ楽しくね、みんなでバトルをやれれば、うん、勝ち負け関係なしにやっぱね動画にアップしてもいいかなって思ってるんだよね。楽しかったら何でもいいんだよね、結局負けても勝っても。なんか難しそうだぞこれ。こうどういこうか。よし、それじゃあ1番手に行けたのはいいけど、俺は、あ、このねブロックに引っかからないように行くか。よし、これ一番最初に行けるかな。あ、待って、まずい、やばいやばい、うまいなみんな。これ上から行こうか、それだったら。嘘、これ俺変えろってことか、やったこういうことね。今のはめっちゃ気持ちいい。しょうがない、みんなが行くためにねオンオフをしてあげるかって思ったら一人だけゴールだもんね。たまーにあるよねそういうコース。まさか自分がそのコースにね当たるとは思わなかったけど、めっちゃ嬉しいわ。なんか初めてあんな感じでゴールできたらめっちゃ嬉しいわ。さっきの負け分はねちょうど取り返した感じかな。鍵括弧はなんというネーミングセンスでしょう。これはね、ぜひ最初のリンクを取りたいな。あー、ダメかやっぱり。でも上から行ったらいいんじゃないのこれ。あ、待って、危ない。よし、あー、待ってくれ待ってくれ、俺を、いや、いい、このまんま右にジャンプしていくか。邪魔しないで邪魔しないで、ジャンプ、オッケー。で、このまんま行きましょう。ピンクよ、
ちょっと待ってくれてもいいんじゃないかピンクよ、この状態で止まる。めっちゃルイージ格好決まってるけど、今日ねラグいな、なんか。よし、それじゃあどんどん行きましょう。でかいなマリオ、そしてルイージもでかいなみんな緑の帽子かぶってる、みんな仲間じゃん。ファイヤークッパジュニアクラウンでクッパ2体を倒せか。オッケー、確かにクリア条件でクッパを倒せってなってたね。これはどれを取るべきだ、やっぱりファイヤーを取るべきだと思うんだよね。オッケー、そしてねファイヤークッパクラウンに乗っていきましょう。オッケーオッケー、でかいなクッパ、これは頑張れってことね。ヨッシーは何のためにあるんだ。でもで、これゴールはどこにあるんだろう。あ、右にあるのか。先にゴールまでの道のりを確保しておくか。クッパでしょ、クッパジュニア、この子じゃダメだよねきっと。ゴールまでの道のりをまず確保しておきたいな。ブンブンはいらないブンブンはいらない。あ、クッパも右にいる、でかいな、やっぱりでかいなこれ。よし、ゴールどこにあるんだ。あ、あそこか、オッケー。そしてクッパどっかにいるはずだ、どこだクッパよ。あ、やばい、よし倒せ、クッパを倒すんだ俺。よし、違う、ミントミント待ってくれそのまま行ったらゴールしてしまう。あー、まあいいか、ゴールできたから。あ、マリオマリオゴールできてないよマリオ。今の絶対俺が倒したと思ったんだけど、タイミング的に負けたか。レートスタートしたのいくつだったっけ。4648ぐらいだったよね。マイナス10ぐらいかな今。じゃあ1回勝てば取り戻せるねこれだったら。ただねレートが一番上だな俺。レートがねやっぱみんな上の人たちに勝っていきたいけど、そうした方がねやっぱいっぱいレートもらえるから。難しそうここ難しそう。このね下から湧き出てくる炎に気をつけながら行こう。今のマリオひどくない。うわ、カメックか、びっくりした。このキノピコよ、仇は俺が取ってやる、待ってろ。危ない危ない、おりゃくそ、キノピコの仇は取れなかったか。でこのままジャンプしていこう。でジャンプ、あ、よし、それじゃあ行くか。お、みんな落ちてきたぞ。ってことはやつらはルートを知ってるなきっと。あ、危ない危ない、よし、このままジャンプしていこう。嘘、あ、行くなこれ、多分キノピオ、やっぱりか。今日はねあんまり勝率良くないっていうか、1回しか勝ってないなまだ。え、何あの右の2人、夫婦っぽい、なんか見た目が。あんなおそろの服あるんだ。まあそんなことはどうでもいいっていうか、さっきのコースとほとんど一緒じゃん見た感じさっきのコースとほとんど一緒じゃん。待って待って、危ない危ない危ない、よし、でジャンプ。え、さっきのコースと似てないこれ。あ、待って、いや俺は木のことで行こうか。さっきのコースとめっちゃ似てんだけど。お、いいね、ここでファイヤー取れたのはいいな。これはまあいいや、入らんで行こうか。え、さっきのコースと一緒じゃないこれ、めっちゃ似てんだけど。多分先にあるよね、ほらさっきのコースと一緒じゃんこれ。だからこの先に、やばい、うそー、またキノピコ、マジかよ。さっきと一緒のコースが出てくるとかめっちゃチャンスだったじゃん。え、こんなことあるんだ。ちょっと違うだけでほぼ一緒だったよね。レートめっちゃ下がってきてる。せめてね始まった時ぐらいまでレートをね取り戻したい。そして今日ね結構負けまくってるからアップの意味なかったね全然アップの意味なかったね。よし、楽しそうなステージ来たぞこれは。それじゃあ最初に行きましょう。で、ファイヤーフラワー取られたか、まあいいや、
よし、あ、鈴があったね今。なんか音的に鈴があったような音がしたんだけど、よし、俺はファイヤーフラワーを取っていきましょう。このままダッシュしていくか。あ、このステージそんなに難しそうなステージじゃないな。でもね、なんかさっき右の左の方に、あ、ピンクコインがあったと思ったんだけど、みんな取ったか。待って、俺ちょっとゆっくりしすぎだよね。ちょっと急ごう。ちょっとノンストップでいきます、このまんま。よし、待って待って、よし、ナイスルイージ。あとは俺に任せるんだ、前は俺に任せるんだ。滑る、でこのまんま右に行って中間ポイントで、ドアに入る。そして、あ、嘘、待って待って、この子倒せばいいってことかな。で、ゴールかな。で、このピンクコインを取って、やばい、アイテムないのかな。なるほど、ここでゴールか。まあみんなゴールできたからいいか。絶対ピンクコインがなんか必要になると思ったけど、あんまり必要なかったな、ピンクコイン。調子あんま良くないけど、これでラストバトルにしたいと思います。今日は1回しか勝ってないな。マリオさん、俺とちょっとかぶってるね。マグナムキラーを2体倒してか。いいね、マグナムキラーはね、倒すのそんなに難しくないからいけると思うんだけど、これスターとかじゃない、もしかしたら。大丈夫かな、これスター。あ、待って、投げられた、マジか。あ、やっぱりスターだ。あー、くそー、これは負けたか。いや待てよ、俺も賭けでスター取ってみる。あ、なるほど、ここでマリオがクリア条件達成した。俺めっちゃバネ跳ねてんだけど、かわいそうに。はい、今日のみんなでバトル、レート4603まで下がっちゃいました。前回調子めちゃくちゃ良かったんだけどな、なんでだろう。いやー、こういう日もあるよね。それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。それじゃあまたね。